どうもマンボウです。突然ですが、僕は普段解説するミームを探すときに Know Your Meme という海外のウェブサイトを使っています。このサイトにはミームを解説した記事や海外のネットで有名なニュースなどが掲載されているのですが、その中の企画の一つに1ヶ月に1回複数の候補の中からユーザー投票でこの月一番のミームを決めるミームオブザモンスという企画があります。今回の動画では2022年のミームオブザモンスで一番になったミームについて解説しつつ、この月は日本で何があったのか、このチャンネルではどんな動画を出したのかも軽く振り返っていきたいと思います。それでは行きましょう。まずは1月から。この月は登録者1000人を達成するという当チャンネルにとって最初のターニングポイントでした。当時は2021年のうちに登録者1000人突破をモチベにして活動してきたので本当に嬉しかったです。投稿した動画はこちらの6つ。現在チャンネルで最も再生されているミスターインクレディブルのミーム解説や、中国ミームという新しいジャンルのきっかけを作ったスーパーアイドルの解説動画も1月なんですね。懐かしいです。その頃日本国内ではスパイダーマンノーウェイホームが公開されたことで大きな話題になりました。アメリカでは日本より1ヶ月早く公開されていましたが、ファンの熱はまだ冷めておらず、その影響もあってかミームオブザモンスの候補にあったミームの中には、映画に登場するヴィランの一人であるドクターオクトパスのアームをフォトショップで消したコラ画像や、同じく本作のヴィランであるグリーンゴブリンとそれを演じた俳優のウィレム・デフォーさんのミームなど、スパイダーマンに関するものが2つ入っていました。余談ですが、僕もマーベルにハマりたての妹にこの映画をおすすめされ、ちゃんと今までのスパイダーマンの映画を全部見た後に映画館に行きました。あの衝撃と感動は今でも忘れられません。話を戻しましょう。そんな中 38% の投票率で見事1月のミームオブザモンスとなったミームはイタリアンティファです。 FF7 に登場する人気ヒロインのティファとイタリアの国旗が組み合わされていますね。この月にはツイッターなどでイタリアをテーマにしたティファのファンアートやミームが投稿されました。一体なぜこんな流れが生まれたのか。そのきっかけとなったのは2022年1月17日に起きたとある珍事件。この日イタリアの元老院ではノーベル賞受賞の物理学者ジョルジョ・パリシーさんを招いて公共サービスに関する会議をズームで行っていました。するとそこに何者かがいきなりティファのアダルト動画をライブ配信し始めたのです。至って真面目な会議をしている最中、いきなりアレな動画が流れたものですから、当然出席者は大混乱、抗議の声が飛び交い、ショックを受ける人もいる中で動画は30秒近く流れ続けたそうです。なぜこんなことが起きたかというと、この会議の主催者の一人が自分の Facebook ページでズームの ID とパスワードを投稿し、それを見て誰かがいたずら目的で会議に入ったのが原因だと言われています。この事件は当初あまり大きく報道されませんでしたが、 Twitter でこの件に関する投稿がツイートされると SNS 上で徐々に広がっていきました。欧米圏の一部の FF ファンはこの事件を楽しむ姿勢を見せており、その結果先ほど述べたようなファンアートがどんどん作られるようになったのです。では次に2月に行きましょう。この月はありがたいことにどんどんチャンネルが成長していきました。そして28日に登録者数1万人を達成。 YouTube を見ているだけのただの大学生だった僕がここまで来れたのは間違いなく皆様のおかげです。改めて本当にありがとうございます。投稿した動画はこちら。個人的に印象に残っているのはバックルームについての解説動画です。この動画を作る際に参考にしたタンシログというブログの管理人からコメントと Twitter の DM で感謝が届いたのは活動してよかったと感じた出来事の一つです。ちなみに実はあの動画には裏話があります。エンディングの編集は動画の尺がどうしても5分に足りなかったので、それをごまかすための苦肉の策でした。それでも意外にコメント欄で怖かったと言ってくれた人がいたので、正直助かったなぁと思います。この月のミームオブザモンスの候補には海外の有名 YouTuber に関するものが2つ入っていました。1つはマークプライヤーさんがキャラクターの画像を見てそのキャラとやれるかを決めるスマッシュオアパスというシリーズ企画。もう1つはこのチャンネルでも解説した愛称スピードさんがトーキングベンで遊ぶ動画です。解説動画では触れられませんでしたが Do you love God? という質問とそれに対するベンの回答が特に有名になりました。そんな中 24% の投票率で1位になったミームはカービーズマウスフルモードです。日本では頬張り変形という名称ですね。これは星のカービィディスカバリーにてカービィが新しく習得した能力で、作中では車を頬張って駆け抜けたり電球を頬張って辺りを照らしたりと頬張ったものに応じて様々なアクションを行うことができます。頬張り変形は2022年2月10日に配信された任天堂ダイレクトで初登場し、あまりにもインパクトの強い見た目から驚く人、困惑する人、爆笑する人といろいろなリアクションが飛び交っていました。 SNS ではカービィがいろいろなものを使って頬張り変形しているファンアートが作られ始めます。中にはトムとジェリーのチーズを丸飲みしたジェリーのパロディやディズニー映画のカーズに出てくるライトニングマックイーンを頬張り変形したイラストも。ネットユーザーのユニークな発想にはついクスッとさせられますね。ちなみに同じような動きはもちろん日本でも起きていました。星のカービィに関する解説動画を投稿している丸ピンクのカービィ解説という YouTube チャンネルでは頬張り変形クソコラグランプリという企画で視聴者からのイラストを紹介しています。概要欄にリンクを貼っておくので気になる人は見てください。次は3月です。この月は登録者1万人達成を記念して当
チャンネルで初の生放送をしました。直前までめちゃくちゃ緊張していたのをはっきりと覚えています。またどこかしらの記念でできたらいいですね。投稿した動画はこちら。この頃はサムネの構図をちょっとずつ工夫し始めた時期です。今は非公開にしていますが、初期の動画と比べるとだいぶマシになったのではないでしょうか。では海外のネットはどうだったのか。この月はフロムソフトウェアから発売されたエルデンリングが話題になり、ミームオブザモンスの候補に上がっていました。実際に買ってプレイした人、もしくは実況者や配信者のプレイを見た人は結構多いと思います。しかし3月に最も話題になったことといえば、間違いなくこの出来事でしょう。ウィル・スミス、クリス・ロックをビンタ。 40% の圧倒的な投票率でミーム・オブ・ザ・モンスに選ばれました。これは世界的なニュースになり、日本でも取り上げられたのでご存知の方も多いと思います。実はもともとこのミームに関しても解説動画を作る予定でしたが、すでに有名な YouTuber が何人もこの件に関する動画を作っていたため、泣く泣く没にしました。正直何を今更という気もしますが、一応事の経緯を軽く説明すると、3月27日にアメリカのアカデミー賞受賞式で、まずコメディアンのクリス・ロックさんがスミスさんの妻の髪型について悪質なジョークを飛ばしました。するとそれに怒ったスミスさんがステージを歩いて彼に近づき、強烈なビンタをかまし、放送禁止用語を言ってしまいます。受賞式はテレビで放映されていたため、そのまま電波に乗ってしまいました。スミスさんは後に自身の行動について謝罪文を投稿。アカデミー賞の授与などを行う団体である映画芸術科学アカデミーを脱退し、全てのアカデミー行事への出席を10年間禁じられました。スミスさんの行動には賛否両論があり、日本では家族を守った立派な行為だと理解を示す意見が結構多かったように感じましたが、一方アメリカでは批判が多く、著名人たちも苦言を呈していました。こうも真っ二つに分かれたのは、暴力をタブー視する考え方や、有名人や政治家をコメディアンがいじるスタンドアップコメディという文化など、日米の文化の違いが関係していると言われています。また生放送で放送禁止用語を言ってしまったのもかなりまずかったそうです。この騒動はもちろんネットでも話題になり、一連の流れを収めた日本の動画がツイッターに投稿されると、そのツイートには約13万件のリツイートと約50万件のいいねを記録。アカデミー賞が終わった当日の夜から、あっという間にこれをネタにしたミームが爆発的に拡散していきました。2人を別の人物やキャラに置き換えたパロディがいくつも作られたり、クリス・ロックさんをビンタするサイト、スラップクリス .com ができたりと、その影響は計り知れないものとなっています。最後は4月です。この月に投稿した動画はこちら。トロールフェイスのミームが現在16万回以上再生されていますね。バックルームしかり、ホラー、都市伝説系は結構需要があるんでしょうか。今後のネタ探しの参考にしようと思います。ネットで大きな話題となったのは、スパイファミリーの放送が始まったことですね。原作コミックがとても人気だったので待ち望んでいた人も多いでしょう。僕もアニメを全部見てからコミックスを全て揃えました。10月から始まる第2クールも楽しみです。ミームオブザモンスの候補にもスパイファミリーがランクイン。特にネタにされたのはアーニャで、コミックスの一コマやアニメのワンシーンを使ったパロディ、そして例の余裕の笑みがネタにされました。他にランクインしたミームは TikTok で話題になった黄色いフグが歌うシュールな動画。こちらについては解説をしているので、気になる人はチャンネルからご覧ください。4月のミームオブザモンスに選ばれたのは、この月に放映されたマーベルの映画から生まれたモービウススイープです。投票率は 19% でした。このミームの元になったのは4月1日に公開された映画モービウスです。スパイダーマンに登場する原作ファンから人気が高いヴィランを主人公に、主演はジャレッド・レトが務めるということで、めちゃくちゃ期待されていたにもかかわらず、評論家や報道陣を交えた試写会が行われると評価は否定的なものばかり。公開された後も映画レビューサイトで散々な点数をつけられてしまうほど残念なクオリティになってしまいました。するとネット上では、モービウスは傑作だという皮肉がレディットに投稿され始めます。この流れはツイッターにも広がり、ハッシュタグモービウススイープをつけて、モービウスを過剰に持ち上げるツイートが大量に投稿されるように。例を挙げると、チケットの売り上げが1兆枚を超えた。これは1トリリオンチケットという皮肉のミームが元になっています。ちなみに2022年現在、世界の人口は約79億人。計算すると全世界の人が1人当たり最低でも126枚のチケットを買う必要があります。普通に考えてどう見ても無理です。映画モービウスのあらすじや批判された詳しい原因などについては、以前投稿した解説動画をご覧ください。以上、1月から4月までの主な出来事と、ミームオブザモンスに選ばれたミームを解説しました。今後は8月の終わり頃に5月から8月、12月の終わり頃に9月から12月のミームオブザモンスの動画を作る予定なので、お楽しみに。また動画内で触れたミームについてもっと詳しい解説が聞きたいものがあれば、ぜひコメントで教えてください。リクエストが多ければ単独で動画を作ろうと思います。いかがでしたか。今回1月から4月までのミームオブザモンスについて解説しました。このチャンネルでは他にも様々なミームを解説しているので、海外ミームが好きな人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また解説してほしいミームがあれば、ぜひコメント欄にお書きください。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。